はい、おはようございます。朝の9時半ぐらいです。今日なんですけど、一食目はささみと原料カレーとローカット玄米 150g です。で、脂質ちょっと取るって意味で温泉卵も入ってます。明日はタンパク質、まあ、65とか70ぐらいかなです。いただきます。今日なんですけどね、この後飯食って仕事して昼ってか2時半からか、山本先生にコンディションチェックを受ける日なんですよ。ドキドキです。うん、めちゃめちゃうまい。原料カレーマジでうまい。毎日食べてるわ。正直言うとこれをバケツいっぱい食べたいな。僕とかだと今1日トレーニング中だけでも水3リットルとか飲むし、1日通してだと8リットルか9リットルぐらい飲むんで、夜になるにつれてコンディションが、もちろんこっちね、こっちは張るんだけど腹回りが分かんなくなっちゃうから、朝毎回起きてコンディションチェック動画撮って、それをコーチに送ってチェックしてもらってっていうのを減量中は毎朝やります。この3日4日ぐらい疲労感がすごくてね、体が重くて重くてしょうがない。あとこういう時ってトレーニング2、3日思い切って休んだ方がいいんだけど、分かってんだけど休めるんだよな。休んでる時何が辛いかって、休んで大丈夫かなって不安もあるんだけど、それ以上に休んでる時に食欲を抑えるっていうのがね、辛いんだよ。常になんか食べたくなっちゃうから、だって運動してるっていうか、常に筋トレ行って有酸素してってやると、ね、それだけで2、3時間経つからさ、逆になんかここで食欲を抑えられたりするんだけど、ただ仕事して頭だけ使ってる時ってやたらお腹空くじゃん。あれは釣れんだよな。うん、今28だから、本当ちょうど1ヶ月前ぐらい、1ヶ月1日前ぐらいかな。うん、それは割りづらいんだけどね。コンディションは多分いいと思います。かなり水抜いたらもう別に出ようと思えば出れるんじゃないかなぐらいかな。もちろん今回それじゃ勝てないの分かってるんで、ここからさらに進化させますけど、プロってやっぱなかなか一筋縄じゃいかないよね。本当に脂肪だけをちょっとずつ削れる感じ。朝起きてさ、これを食べるのが楽しみだな。じゃあこの後ちょっと仕事して、山本先生のコンディションチェック受けていきます。怖いな。僕いつもトレーニング最近前にやってたんですけど、しんどすぎて後にやるようにしてるんですけど、一緒にはやらないようにしていけば時間かけて、まあ、当たってるとか、こういう感じのダブルスプリットなら大丈夫。
いや、はい、マジで先生、今日来るまで怖くて怖くて。いや、ほんと前の1ヶ月前より断然いいですよ。あ、ほんとですか。チェック終わってトレゴ速攻筋肉食堂でタンパク補給して、最近あのランニングマシンにね向かうのがすごいしんどくて、今日は有酸素、有酸素なのかな、ヒートなのかな側に、ターゲット渋谷、まあ、僕はキックで通ってるところなんですけどに来ました。ちょっとここで極限まで体を動かして追い込みたいと思います。で、まあ、山本さんからコンディションチェックしていただいて、まさかのあの厳しい山本さんから 90% OK いただいて、ちょっとね、正直今週、先週ぐらいからずっと不安だったんですけど、少し気持ちが楽になりました。僕が微妙かなって、正直なんかコンディション上がってこないなと思ってたんですけど、山本さんが前回から2週間か経って今日だったんですけど、プロ戦の時の大会の直前に近いコンディションってことでかなりいい評価いただいたので、あとはビビらず、カロリーを下げすぎずしっかり3000キロカロリー最低取って、ヒートだったりとか、トレーニング、筋トレの方はね、ダブルスプリットはやんないようにってことで、しっかり週5トレ筋トレして、あとヒートを最低週3、4だね、こうきっちりこなす。いよいよあと1ヶ月、キック体動くかなやるかやるから、でちょっと休憩したら頑張りたいと思います。よし、はい、そう、もっと最後伸ばします。よし、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 よ
脂肪が落ちたせいと、ヒートやってるせいか、すげえ予想以上に動けましたね、今日は。これで体重、また1キロ、1.5 キロ、まあどうせ水分だと思うけど、減ってたら嬉しいね。ただね、あのマシンで有酸素やれって言われると辛いんですけど、まあ、これミット打ちとか、こういうのってまあ僕好きなことなんで、辛いんだけど、すごく楽しくっていうか、あっという間に時間が過ぎるんで、気持ち的には楽ですね。楽だけど、終わった後の疲労感が半端じゃない。あと帰って、アパレルの販売準備して、あと飯は今日は2回かな。すぐ帰って食べて、最後の時間ぐらいも一食食べて終わりかなです。今日も一日やりきった。山本さんのガチガチのパーソナルからのキックでめちゃめちゃ追い込まれる。超ハードだ、ハードだけど今日も頑張ってよかった。やるまでは正直嫌だけど、終わった後の充実感とかやってよかったなっていうのがすげえ充実感得られるよ。今日28なんで、まあ明日29でちょうど体育館まで1ヶ月前ですけど、山本さんから結構いい評価いただいたんですけど、気抜かず残りしっかり追い込んで過去最高のコンディションを作れるように頑張ります。Somebody I can call my one.